どうも、テクタンと申します。サイコロサイコ第3の出目実況プレイパート2始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、前回ね、今回のメタロウくんなんですけれども、今回のメタロウくんはなんか普通を目指してる系男子で、まあ、普通に学校生活を送りつつも放課後とかにね、ちょっと僕とサイコちゃん、サイちゃんねの二人だけの空間に行って二人でイチャイチャしてるっていう、まあ、そんな感じでした。まだ未だにサイちゃんが何者なのかはわかりません。ということで見ていきましょう。メタロウくんの家っぽいです。僕にとって家は地獄みたいなものだった。お父さんはいない。ああそうなんや。お母さんは鬼か悪魔か、確かなのは僕にとって得体の知れないものってどういうこと。あー虐待受けてるんや。今日も殴られる、たくさん殴られる。なんか音楽と合ってなくらい、なんか言うとることがもっとなんか陰鬱そうななんか感じのイメージのシーンなんやけど、いつもこうだ。ストレスが溜まるとすぐ酒に逃げて、そして僕を殴る。あかんやつや。そのくせ外面だけはいいから、僕がこうなっていることを周囲の人間は気づかない。外面、あ、外面ね、外面ね。いつから、一体いつからこんな風になってしまったんだろうか。もう自分でもよくわからない。これが僕の日常と化してしまった。今では体のあざとか見せたらさ、虐待って証明できるんじゃない。でもある日、僕の中で何かが、これはお母さんを殺してしまうのでは。あ、違う、家出か。夜、家から飛び出した僕は近所の公園で時間を潰す。小さな僕に逃げ場なんてほとんどないから、いつの話なんやろ。高校時代の話じゃないんかな今の。ここが僕が一人で行ける小さな世界の最果てだった。いつか僕が行ける世界が大きくなったら、すぐにでも逃げ出したい。高校卒業するまでは厳しそうやな。逃げて逃げて、誰もいない場所で静かに行きたい。そんなことを考えていた。そんな時に、あ、出会いの話か。僕は出会ったんだ。あら、かわいい。夜中にうろうろしてたの？ねえ、あなた、なんでここにいるの？月明かりが照らす夜の下、静かに佇む緑の少女と、まあ、緑よね。とりあえず、ね、先に名乗るのがね、失礼ですよ。ちょっと個人情報なんで。それもそうだね。先に私が名乗らないと。私はサイコ。あなたは？メタロウでーす。それが僕とサイコの出会いだった。そう、あなた、メタロウっていうのね。ここではメタロウってちゃんと伸ばし棒をつけてる。ねえ、メタロウ。メタロウはなんでこんな時間にこの場所にいるの？まあ、確かに、まあ、サイコちゃんは？サイちゃんは？サイちゃんは？家にいるのが辛かったんだ。僕はサイコに、どうして自分がここにいるのか、理由を話した。家族のこと、家にいるのが辛いこと、そして、ついに耐えきれずに逃げてきたこと。初めて会ったばかりなのに、不思議と喋ることをやめなかった。初めて会ったからこそなんか喋れるってあるよね。思えば僕はこの時からサイコに気を許していたんだ。彼女は全部聞いてくれた。受け止めてくれるんやな。怖くて、震えが止まらない僕の手を握りしめて、そらもう落ちますわ。止まらない僕の涙を拭って、僕の境遇に涙を流しながら、僕のことを、僕だけをまっすぐに見つめて、僕のすべてを受け止めてくれた。そっか、メタロウは辛かったのね。誰にも相手にされないで、本当の自分を殺して、自分を守るために、自分自身を偽るしかなかったのね。大変だったね。頑張ったね。偉いよ、メタロウ。でももう大丈夫だよ。お姉さんなんかな？あなたにはもう私がいるから。そう言ってサイコは僕の頭を優しく撫でてくれる。こんなに温かい気持ちになったのはいつぶりだろう。もしかしたら初めてかもしれない。それぐらいサイコのぬくもりが僕の心に染み渡っていったんだ。ねえ、メタロウ。私の秘密の場所を教えてあげる。それがあの、お家的なとこなんやな。はい、キャッポイ感じするよね。でもめっちゃ草、そうかそうか、草生えてるってことはもう、なんていうか、ほったらかしみたいな。この辺とかだって崩れてる感じするもんね。不意に、
彼女は秘密の場所に連れて行ってくれると言った。連れて行かれた先にあったのは、ああ、やっぱりまだ新しめの廃墟だ。ここは誰も知らない場所なの。私だけの特別な場所。でも今日からは私とメタロだけの、二人だけの特別な場所。伸ばし棒なくなったよ。急になくなったよ。これなんか生き埋めとかになったりせんかな。怖いな。だから約束。ここに私以外の人を連れてきちゃダメだからね。これ雪丸とさ、ナナちゃんがついてきてなんかってなりそう。ここにはもう私とメタロだけの世界だから。その日から僕はあの場所に行くことが日課になった。意外となんかふとした出会いなんやな。二人だけの秘密の場所、僕とサイコだけの閉じた世界。結局でもこのサイちゃんが何者かはわからないね。そこに行けば僕はサイコは何事にも変えがたい幸福を得られるから。あは、もしかして家焼いた？なんなの？ちょっと今の炎なんですか？絶対メタロくんが家焼いたと思うんやけど、その説を押します。青く深い青空の下、キラキラと輝く星に照らされた女と少女は語り合う。これあげる。何これ、サイコロ？そう、あなたが困った時これを転がしてみて。あのさ、こんな子供騙しで私が納得すると思ってるの？からかってるわけじゃないよ。困ったら神様に聞いてみるのもありだと思わない？これ、はてなが今まで過去のね、作品のメンヘラフレシア、その作品から女の子がね、一人登場してお話ししてたんですけれども、5人ヒロインがいて、あと一人残ってて、その子も虐待受けてたりしたから、ワンチャン、その子の可能性。まあ、そうなった場合、6人目のヒロインクリアした時に誰が出てくるんやろうっていうのではあるけど。この正六面体はいつも正しい答えを教えてくれる。それ誰かも言ってたのよ。私たちは神様が決めた運命に抗ったらダメなの。そんな風にできているから。だけどもし運命に逆らいたいのなら、最大数を出さなきゃいけない。6ね。そういえば第6の出目ってまだ一番最後の女の子。やんね、どうなる？え、ちょっと待って。違う、第6のデメはもう、終わってるよね。あと残ってる女の子が第1のデメのはず。うん、第6のデメは、一つ前のつみこちゃん？サイコレズストーカーのつみこちゃんやから、出したはいいけど、最大数？知ってる？7を出せば、なんやろ、次の1がさ、向こうが6出してこっちが1出すから、なんか、変わるんかな。気になる。7、サイコロじゃ絶対にありえない数字だよね。でも、そのありえないっていうのが大事なんだ。この言葉をどうかいつまでも忘れずにいてね。いや、覚えてはいるんやけどさ、7になるっていうのは。まだわからへん。どうして？おまじないだよ。忘れちゃったら意味がないから。いつかあなたが幸せを手に入れるためのおまじない。幸せか、そんなもの本当にあるのかな。キャハ、難しいこと考えすぎじゃない？私はあると思うな。このキャハはきっとその例の虐待を受けていた女の子に違いない。明るく振る舞ってたね、学生の妹キャラっぽい女の子がいたんです。確信が持てたらまた画像を出します。そんな楽天的に考えるなんて、私には無理かも。そんなことないよ。全部、心が決めてるんだもん。幸せなんて、結局精神論で、定義づける方が間違ってるよ。そうかな。なら昔、私は幸せだったのかも。あれ、今は？メタロウくんと過ごしてる今は幸せじゃないんかな。廃墟に、なんていうか、居座る以前の、話があるんかな？幸せだったっていうのは。今になって考えちゃう時があるの。あれがすごく満たされていて大切な時間だったこと。もしかしてメタロウくんを失った未来みたいな、そういう可能性とか。
彼と、ああ、もっとずっとに。何があるの？メタロウくん絶対死ぬ。幸せって、多分なくしてから初めて気づくのね。それがもう、手に入らなくなって、二度と戻らないものになってから、ようやく自覚する。私、いつも衝動的に動いてしまうから、後から気づいた時には、もう手遅れになっていて衝動的に、殺してしまうの？それともメタロウくんみたいな感じの男の子が過去にもいたとか？いつも心にぽっかり穴が開いた気分で、灰色の天井を見上げているの。どこにも行けないまま、何者にもなれないまま。たまにここから逃げ出したいって思う時がある。少し進みますね。サイが投げられます。時間はまだあるんで、まだまだ行きましょう。サイコロサイコ。翌日？ああ、不協和音かと思ったらチャイムか。はあ、やっと終わった。疲れるんだよ、嘘をつき続けるって。また悟りのメタロウくんやね。嘘に嘘を重ねるときは、過去に使った嘘と、整合性を考えなきゃいけない。自分に嘘をすり込んで、いくつもの仮面を使い分けて、偽りのメタロウくん。自分自身を偽り続ける。そうやって生きる日々に、早く別れを告げたい。でもやめればええやん。こんな場所は、僕のいるべき場所ではないんだ。どこが自分のいるべき場所やと思ってるん？僕がいるべき場所は、いたい場所は、世界で唯一、あの花園だけだ。そう。終業のチャイムは、言ってみれば僕にとっては、副音ってやつだ、副音。聞くだけで心が軽くなる。浮き足立つ幸せの始まり。この後のサイコとの時間に思いを馳せながら手早く下校の準備を済ませるついてくるよ。今日は掃除当番じゃなくてよかった。好きなやつだけがやってればいいんだよ。あんなのは。そんなこと言ったら誰も掃除せんなるやん。さて今日のクロワッサンはチョコがかかってるやつだったっけ？今日もクロワッサンでいいの？シュークリームとかじゃなくていい？どんな反応してくれるだろう。楽しみだな。クロワッサンしか食べへん女の子みたいになってるけど。万が一にも売り切れなんて考えたくはない。サイコが悲しむ顔なんて見たくないし、させたくない。アップルパイとかでもいいやん。さあ、早く行かなきゃ。あー、捕まってしもうた。みたろ、行きまる。今からカラオケ行かない？高校生ってすぐカラオケ行く。体験談。いいね、最近行ってなかったし。みたろももちろん行くよな。行きません。はぁ？ふざけるな。いくら幼馴染だからって。最後との時間を奪うのは許さない。最後には僕しかいないんだ。そして僕にも最後しかいない。これなんかエンディング分岐あるかな。だけど、お前らにはその他大勢がいるだろ。そっちと行けばいいじゃないか。ひねくれ者。そんなくだらない集まりに咲く時間なんかない。友達は大事にしなさい。なんてことを思ってしまう。だけどそんなこと言ってしまえば、ここまで慎重に重ねてきた嘘が全部無駄になる。それは避けたい。バイトってことにするか。バイトしてたっけってなりそうやけどな。へえ、たまには行かない？いっつもそれじゃん。まあまあ、卒業したら一人暮らしするって言ってたし、金貯めてんだろ？一人暮らしじゃなくて、同棲ですけどね。これは珍しく事実だ。ああ、そう。嘘の中に真実を織り混ぜることで、真偽を曖昧にする、なんてよく聞く話だ。実際これには効果がある。ただ金は貯めているが、バイトなんてやってない。あ、そうなの？そんな時間があるなら、そのすべてを最後のために使いたい。あー、でもクロワッサンとか買ってるんやったらお金なくなっていくんちゃうん。お小遣いやろ？だって金貯めてるって言っても。ふーん、まあいいけど、じゃあまた今度行こう。絶対だからね。一回ぐらい時々行っとかな。怪しまれるって。イエスともノーとも言わず、適当に濁してその場を離れる。イエスの枕。頼むから邪魔しないでくれ。サイコが待っているんだ。早く行かないと。後から、ついてくる。怖っ。なんか、ゾワッとした一瞬。どうしたの？なんかさ、最近のメタロウって、何してるのかなって。バイトじゃねえの？家出たいって、前から言ってたしな。
なんか、それだけじゃないような気がして。そうです。正しいです。じゃあ、彼女ができたとか？あいつのことだから、からかわれたくないからって、秘密にしそうじゃね？まあ、それはそうやね。もう、そうだ、そう思ったら気になってきた。追いかけよう。あ、興味本位でね。やぼなやつやな。おいおい、やめとけって。かわいそうだろ。ななちゃんだけ来てまうんかな。どうするんやろ。でもさ、もしなんか別の理由があったり、なんか悩んでることがあるんだったら、なんとかしてあげたいよ。こんな優しい友達やのにあんな邪険に扱って。なんか話もあんまりしなくなったなって、ずっと思ってたし。そりゃまあ、俺も思ってたけど。ってわけで、行ってくる。カラオケはまた今度。この二人で結局付き合ってるんかな。その辺、特に何もなかったよね。あ、ちょ、おい、ナナ。これは、ゆきまるくんもついていくんかな。あー、校庭？これまで変に仲いいふりをしすぎたかな。あんまり、詮索だの、介入だのされるのは、なんで押してもた。あれ、押せない。あ、押せた。介入だのされるのは困ると。あの場所は僕と最後だけの秘密の場所なんだ。秘密言われとったもんな。正義なんだ。絶対誰にも踏み荒らされたりなんかしない。サイコは僕だけのものなんだ。別にサイちゃんをまた、くれとは言ってないよ。何してるかだけ気になるだけやって。サイコだけが僕を分かってくれる。寄り添ってくれる。でも殺されるよ。きっと。辛い時には僕が本当に欲しいもの、言葉を僕に与えてくれる。あの場所だけで僕は本当の僕でいられる。サイコの前でだけは僕は仮面を外せるんだ。もう僕にはサイコがいないとダメなのだろう。告白しよう。それぐらい彼女は僕の支えになっている。なんか女として見てるって分かった瞬間なんか殺されそう。なんでこんなにもサイコにこだわるのか。なんでサイコじゃなきゃいけないのか。嫌っているとか疑っているとかそういうことではなくて、彼女の何が僕をかき立てるのか単純に気になる時がある。まあ確かにね。でもそんな疑問は一瞬で消えてなくなる。些細な問題だからだ。昨日だって夢に見たじゃないか。ほう、夢。サイコは幼かった頃の僕の支えになってくれた。あ、結構幼かったんかな。長いんかな、付き合い。一人のままだったら、それこそ今生きていたかどうかすらわからない。あの出会いがあったからこそ、僕はこうしてここにいる。運命なんだ。それだけで十分だ。サイコはあの花園から動けない。でも公園あったやん。毎日あの場所で過ごしている。詳しい事情は話してくれない。死んでそう。何か大きな理由があるんだろうけど、それはサイコが話したい時でいい。ナナちゃんがいてメタロウ誰と話してんのみたいな、そんなことありそう。何があろうと構わないんだ。今度は僕が彼女の支えになるから。彼女のために僕の全てを捧げる。そんな決意を胸に今日もサイコの元へ行く。廃墟に着きました。売り切れてなくてよかった。チョコクロワッサンね。今日のクロワッサンはちゃんとチョコレートかけだよ。おる？ちゃんと。ちゃんと。サイちゃんいます？うん、いそう。今日も私の周りには白と緑。秘密の楽園はいつだって綺麗。楽園って言ってるけど廃墟なんやろ。なんか、ほんまは、こんなんじゃなさそう。偽りっぽそう。私とメタロだけの秘密の場所。それ前聞いたよ。私は今日も待ってるの。メタロが帰ってくるの。そうじゃないと、ここには何もないからね。あー、来ました。ジャリジャリと足音が聞こえる。昨日よりも早いリズム。走ってるのね。メタロが走ってきた。走ってきてくれるなんて、そんなに私に会いたかったのかな。へへ。嬉しいな。チョコクロが待ってます。幸せだな。おかえり、メタロ。今日走ってきてくれたの？ただいま、クラスのやつに捕まって、ちょっと時間取られちゃって。でも最後に早く会いたくて、走ってきたんだ。嬉しいな。メタロの中の一番は私なんだね。メタロにとって私以外の人はどうでもいいんだって。
私はここから出られないから、他の人に会ったことなんかないけど。共依存っぽいな。他の人に会ったことない。今まで？生涯？普通のやっぱり人じゃない気がするな。なんなんやろ。でもとっても嬉しい。メタロはとっても辛い思いをしてきたもんね。今もまだ辛い思いを抱え込んでいるはずなのに、それでも私に笑いかけてくれる。はぁ、優しいメタロ。ここから出なければいいのに、私と二人でずーっといてくれたらいいのに。餓死するよ。そしたらもう辛いこともなくなるよ。クロワッサン買ってきたよ。ほんと？今日はチョコがけ？もちろん。ありがとう、メタロ、大好き。ただクロワッサン、飽きたんだとかならへん？一口。すごく甘い。すごく美味しい。すごく幸せ。甘い美味しい幸せにすごくがつきました。昨日のも好きだけど、こっちの方が好きでまた笑顔になる。メタロもニコニコしてる。何にもないこの場所に、昨日より大きく色が広がるような、チョコがかかっただけなのにすごい盛り上がってますね。そんな、とっても幸せな感じがするの。メタロ、メタラン、メタロ。あ、何度読んでも足りない。メタロは私の幸せそのもの。メタロがいなきゃ、こんな美味しいものは食べられない。メタロがいなきゃ、こんな楽しい時間をやってこない。何もないこの場所、こんなに幸せな場所にしてくれるのは、メタロだけだよ。盛り上がってみました。だから今日もたくさんおしゃべりをしたら一緒に眠るの。手をつないで一緒の夢を見て、夢の中でもメタロウと一緒に過ごすんだ。これこんなとこでさ、昼寝するからメタロウくん夜更かしになってまうんちゃん。でも今日のメタロウはいつもとちょっと違う。あら、どうしたんだろう。困ったような、何かを期待してるような期待。ああ、そっか。チュー恥ずかしながらも遠慮しなくていいんだよ。私はメタロを受け入れてあげる。どんな時だってどこまでも深く。おいでメタロ。わあ、私はあなたを受け入れるよ。チューしそう。メタロが私に飛び込んでくる。私はメタロを包んであげる。ハグだけ。メタロの幸せは私の幸せで、私の幸せはメタロの幸せ。ふわふわする。心も体もあったかくて、私がメタロウでいっぱいになるの。エッチなことしてる？もしかして。幸せでが溢れてこぼれていく。ああ、もったいない。私が瓶なら蓋をするのにな。ああ、例えよ。溢れないように大事に大事にしまっておくの。大好きだよ、メタロ。あ、別にエッチなことはしてないね。ちょっと、一枚絵出しておきましょう。メッセージウィンドウを隠して。メタロくんが棒立ちに見える。そのまま二人で横になる。だんだんと私たちは一つになっていく。なんか溶けて融合するみたいな。同じこと言うのやめて。溶けて、ドロドロになるように。ぼやけた？まどろみ？の中で私たちはたゆたうの。この幸せに包まれて、たまま二人で夢の世界に行こう。辛い世界から、悲しい世界から離れよう。夢の中でも一緒だよ。それが一番。メタロにとっても、私にとっても。かわいいメタロ、離れちゃダメよ。やだよ。あらー、急に。あら、ななちゃん。こんなとこに入っていくメタロくん見てね。びっくりするよね。わけがわからない。なんなのあれ。私は何を見てるの？何見てるん？私はメタロ追いかけた。気になったから、心配だったから。なんかあいつにとって良くないことがあるなら支えになってあげたいから。もし彼女ができたなら顔ぐらい見たいなと思ったから。ななちゃん一人で来てるんかな。ゆきまるくんと一緒に来とかな。ちょっと不安やな。別にカラカリカラカレカラッからかったりなんかしないのに。カミカミなのに。メタロは何をしてるの？何してるん？あらやっぱエッチなことしてる。目に焼き付いてしまった。吐き気を催すような何か。それは理解しがたい光景で。けれど放っておくこともできない。どうしよう。私はどうするべきなの？エンディング分岐来ました。ななちゃん視点でエンディング分岐来ましたが、時間がいいところなので、今回はこの辺りで終了したいと思います。いやー。
ナナちゃんピュアっぽいね。前回のナナちゃんなんかちょっと、ね。割とビッチやったけど。はい、それでは今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。